はい、ジェコモです今日はねちゃんと、まあ、後ろにね映っている通り、あのー、食肉市場祭り2022のね攻略法っていうのを解説していこうかなと思いますまあ僕はね結構食肉市場祭りっていうのは、まあ、開催されてから開催されてるとここ 何年かはずっと毎年ね出るようにしてるんですけど本当にねこの祭り、まあ、まずねこの祭り何なのかっていうところから説明しますとここにね牛と豚のね絵が書いてありますけどこの品川のね食肉市場っていうところが年1回だけまあ1回っていうかね2日間だけねあの10月の第2土曜日とか土日なのかなを 一般の人に開放してでそこでね、あのー、食肉市場で、あのー、やっているお店をねが一般の人に向けてお肉を提供しますっていう提供っていうか安く売ってくれるっていうそういう祭りなんですよ。そこがね本当にすごくて、まあ、英語のね肉英語って分かりますかね最上級の霜降り肉ですよ。が すごいね。まあ普段だったらべらぼうにね、高くて手が出せないような肉をね、まあ普通にね、手が届く範囲の値段で売ってくれたりとか、あとね、僕は、ね、まあ後でも言いますけど、特筆するべきはね、この豚肉。豚肉がね、めちゃくちゃ美味しいね。銘柄豚っていうのが安く売られるんですよ。これが最高で。なんで、ちょっとそれでね、 いろいろと人が集まって、で、売り切れとかもね、なったりとかするんで、そこら辺がね、ちゃんと買えるように、それをね、解説し,していきたいなと思います。で、えっ、ー、とね、まず、まあ、日付からですね、まず日付は10月の15日と16日、明日ですね、今日はえっと14日の金曜日、朝にこのね、動画がアップされると思うので、 あのその動画を見てもらうとまあ見てっていうんでしたら、まあ、15日16日の土曜日と日曜日の、えー、と午前10時から午後の4時まで開催されてます。でねあの入場は無料で特に問題はないんですけど、まあ、特にねなんかあの事前に予約したりとかそういうのは必要ないんですけどただ買いたいもの、まあ、数にね どうしても限りがあるので早く書いてあちゃんとね手に入れたいっていう場合は朝番僕はねえっとまあちょっとね3年3年ぶりっていうことで2年前のまあ3年前か3年前の情報からっていうと大体ね早い人だと朝6時ぐらいから並んでるらしいんですけどそこまではする必要がなくて。 大体ね9時とかまあ10時ぐらいですかねぐらいに着くようになれば、まあ、お目当てのものを買えるんじゃないかなと思います。はいでそこでですね会場にアクセスはこちらって書いてあるんでちょっと会場の方を見てみますか。わかるかなこの地図でこの地図で分かりますかねこの品川駅降りて品川駅の、えー、とここがここの広場ですね。ここここの広場がここが 江南口ですす、ね。ね、あのー、京急とかのの反対側の出口で,すでそこから出てすぐ右側まっすぐ行ってね、あのー、斜めに入るところの通路があるのでそこをね通路っていうかねあの道があるのでそこを右側方向に行くとで、ここのねあのまあ大きな道があるんですけどそれを渡ってすぐですねここが食肉市場の市場。 のえーとあまあ、食肉品川の、ね、食肉市場っていうところになるのでここで開催されてますでねえっ、ー、と今年は今年の肉はね常陸牛ですね茨城の,あの牛ですねで茨城のやつなんですけど豚も今,今年はねどっかに書いてあったかな で今年はねちょっとね書いてないけれどここには載ってないんですけど今年の豚は「ひたちの輝き」っていう銘柄豚らしいですねでまあステージとかはねこんな感じで、まあ、ネバールくんが、まあ、茨城なんでねあのネバールくんが来たりとかあなんかほ他にもなんかいろいろと来るらしいですねガマの油売りとかも来るらしいです でここら辺はねあのちょっと見てみたいっていう人は見てもらうといいんじゃないかなと思いますで無料飲食コーナーっていうところがあってここはねあのー、まあ毎回すごい人が並ぶんですけど日立牛のしゃぶしゃぶっていうのが無料で振る舞われたりとかしてますねあとは、えー、と屋台コーナーとかねそういうのが出てたりとかしますで今年のお店はこんな感じですね まあ多分ねここら辺は見てもどこの店っていうのは全然わからないと思うんであれなんですけど実際にちょっと会場内の地図をね見ながら話をした方が分かりやすいですかねはい実際にね会場の地図がこんな感じになってるんですけどまずちょっと入り口がね下の方なんですけどここですね品川駅こっち側で入り口がここら辺にありますでここ入ってもらってすぐ こっち側に行くと、あのメインのね、売り場みたいなところが、食肉の売り場があって、で、いつもは、ここのところの11番のところでね、丸善さんっていうところが、1000円牛肉っていうのをね、売ってるんですよ。1000円で黒毛和牛の切り落としがね、1kg 買えるっていう、そういうのをやってて、で、それがね、毎年やってるんですけど、いつも混むんですよね。なんですけど、今年は、 その丸善さんがね「1,000円牛肉はやりません」っていう風にアナウンスしてたんで今年はそれはないかなっていう感じですね毎年ね整理券配ったりとかするぐらい大盛況でここら辺にずっとねあの行列ができるんですけど今年はそれはないっていう感じらしいですね結構ね便利だったんですけど1,000円で、ね、牛肉買えるっていうのは牛丼とかね作ったりとかして。 うん、美味しくね黒毛和牛の牛丼みたいなのを作れてすごい美味しかったんですけどちょっとね今年残念ですねで僕のおすすめとしてはまず入ってもらってで、まあ、牛肉ここら辺はね1112131415ここですね、まあ、入ってから、まあ、入り口入ってすぐ左に曲がってこっち側に切ってねで1112131415ってあるんですけどここは全部牛肉なんですよ なんですけどこれこ 16, 16,、ね、16番がここだけ豚肉が売ってるんですよね。で豚肉が実はこれね初めて行った人とかだと牛肉にね目を奪われてしまってあのなかなかね16番最初に行くってことがないとは思うんですけど必ず16番最初に行きましょう。 これは本当に、ね、攻略法で、16番って豚肉線がここでしか売ってないから結構ね先に売り切れちゃうんですよねお昼ぐらいにはもう売り切れちゃったりとかするのででここの牛肉ねあ牛肉じゃないここの豚肉ね本当に美味しいんで銘柄豚ねめちゃくちゃ美味しいのでここにね必ず行ってちょっと買いすぎたかなっていうぐらい買いましょう 本当に損はしないんで絶対損しないんでここで買うようにしましょうでそっからその後、ここら辺にね他のところ1514131211とか見るようにしてでね結構ねお店によって値段とかがまちまちだったりとかするのであの付け方とかはねまあ一回一通りまあ、牛肉ってねまあいろんなお店が出てる分売り切れることがほ,ほとんどないんですよ なのでまあねざっくり見てもらってその後にあそこの肉良かったなみたいな感じで戻ってもらうといいんじゃないかなと思いますでねあとはねこっち側それを見終わった後にこっち側行くとえっ、ー、とそのね正面の方に戻っていくとここねこちらちょっとここすごい通路が狭いんですけど加工牛とかあまあ加工牛加工肉 ソーセージだったりとかなんかそういうのがねハムだったりとかそういうのを売ってたりとかまあこっちの後はあれかあのローストビーフとかね売ってたりとかするんでそういうところまあこっち側にもねいろいろお肉も売普通のねお肉も売ってるんですけど生のお肉もなんですけど加工牛あ加工肉とかも結構売ってるのでそういうの好きな人はここら辺ぐるーっとね 見てもらうととすす。ごいいいい楽しいんじゃないかなか思います、まあ、こっちもねちょっと混んでるんで大変なんですけどざっくり見てもらってまた戻ってってね見買うっていうのがいいんじゃないかなと思いますかなりね物が多いので初めて見て今年はあそこ買うぞみたいなことがない限りは、まあ、初めての人はね一回投資で見,たも見てもらった方がいいんじゃないかなと思いますね、うん、でね僕のそれとあとああとねえっと おすすめなんですけどこういうの持ってたらこれねこれ僕はサーモスのあの保冷バッグこれを折りたためるやつねなんですけどこれを持ってってでこの中にね肉をもう詰め放題詰め込んでで帰ってくるっていう感じなんですけど会場でもね保冷バッグっていうのが売ってるんでもしねあの保冷バッグ持ってないっていう場合 はここの、ね、F の場所で掘れ枠売ってるので、あのー、そちらでね買うようにするといいんじゃないかなと思いますあと宅急便もねここら辺で宅急便あるので宅急便でね送りつけちゃう大量に買ったら宅急便で家に送ってしまうっていうのもいいんじゃないかなと思いますあとおすすめなのがねここに太、まあ、田市場の野菜販売コーナーっていうところがあるのでそこでね あの例えばいいしゃぶしゃぶ肉とかをね買ったりとかした場合にあと焼肉とかねか焼肉の肉とか買ったりとかした場合にじゃあ野菜も一緒に買ってこっかなみたいな感じでここの野菜販売コーナーに行ったりとかするのもねいいんじゃないかなと思いますあと1箇所ね絶対に行ってもらいたいところがここですねこの塩販売ここ塩販売がね何何塩販売ってよ 塩なんてどこでも買えるじゃんって思うかもしれないんですけどめちゃくちゃ美味しい塩がめちゃくちゃ安く買えるんで、まあ、今年はいくらになるかわかんないですけどあの藻、ー、塩あの海藻でねあの鉄腕ダッシュとか見ている人だったらわかるかもしれないですけど藻塩っていうね海藻であのー、つけてね海藻を海水につけてで乾かして塩を取るみたいな藻塩っていうのがあるんですけどそういうのがね 100円とかで買えるんですよ。めちゃくちゃ安いですし、めちゃくちゃ美味しいんで、あの、絶対ね、ここの、ま、帰りでね、いいんで、この、塩販売っていうところに行ってもらって、塩は買うようにしていきましょう。もうお料理にはね、相当潤う,う,う,うので、かなりね、いいと思いますで。あとはね、こっち側ですね、こっち側の方に、ま、あ物産展とか、あとね、 あの食事とか売ってたりとかするのでこっちにもんだかなこっちにも飲食利用者が、まあ、ここら辺で買ったりとかあとこっち側にもね屋台とかも出てたりとかするんでここら辺でねちょっと小腹が空いたら食事をするんじゃないす,するといいんじゃないかなと思います間違ってもあの本当にこのしゃぶしゃぶ 日立牛のしゃぶしゃぶどうしてもここで、まあ、しゃぶしゃぶって言っても本当にこんなカップのね、一杯だけなんで、それを食べたいっていう人以外は、ここには並ばない方がいいと思います。これ罠なんでね、あの、本当に、ここにも並んでしまって、ここの豚を買い逃すとかは、本当にね、もったいないので、やめた方がいいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じですかね。 あとはね、ここ結構イベントで、ここのね、イベント、ステージイベントっていうので、まあ、さっきました、あの、ネバールくんとか、あの、来てたりとかね、いろいろやってるんで、そういうのをね、ちらっと見たりとかするのもいいんじゃないかなと思います。そんな感じですかね。あの、ま、あ本当にね、ちょっとね、今年は、その、参加しないっていうね、あの、ちょっと、その、 従業員の安全性とかもあまり確保できないかもしれないからっていうので参加しないっていうお店も結構あったりとかするんですよ。なのでお店自体ね、ラッシュ出店しているお店自体が少し少ないんでは、少ないんですけど、まあそれでもね、あのー、安いものっていうのが、むちゃくちゃね安いもの多いので、ぜひね、あのー、行ってもらいたいなと思います。あとはね、こちらに来,る来て、ここのね、6階とかに行くと、 その肉の肉ねあの、まあ、どんな風にしてあのお肉が安全に食べられるようになりうちは書いてますねお肉安心して食べるにはみたいな感じでね講習会みたいなのとかやってたりとかなんかそういうのやってるんでもしねあのお子さんとかちっちゃい子とかと一緒に来た場合はこういうところに寄ってもらうとねあの勉強に社会科見学ではないですけどあの面白いんじゃないかなと思います。はい そんな感じですかね、うん、まあちょっとおさらいしますけどまずねあのこういうね保冷バッグこういうのをまあ、用意していくとすごくいいですよっていう感じですねあとはえっ、ー、と朝10時ぐらいまでに並ぶようにしていつもだとねこっからずらーっとねこういうふうに回ってこちらにツールがあるんですけどこちらのここら辺までねずーっとぐらーっ ぐるっと回ってしまうんでまあ早めに10時オープンなんでまあそれよりも早めに、まあ、9時とか9時半とかねそのくらいに並ぶようにしてもらってでまあ入ったらあの中はねダッシュできないんであれなんですけど、ね、ダッシュすると危ないんでねまあそこまでする必要はないんであれなんですけど中入ったらすぐに左に行って左右。 左のこう16番を目指すと16番でもうね1万円とか2万円ぐらいね握りしめて16番いきましょうもうそのぐらい買ってもね全然それだけ買うとね相当もう1か月ぐらいね幸せになれるんで1か月もっとかな、うん、でそういうのでもうここで買うだけ買ってでその後ゆっくりと牛肉を買うようにしましょうで牛肉を買って で物がねいっぱいになってきてちょっと保冷剤とかし保冷バッグとかね欲しいなって持ってなかった場合はこの保冷剤と保冷バッグ売ってるところがあるので,でそこで買ってもらってでまあ他のところね牛肉とかも他の肉とかもいろいろ見つつ野菜見つつで帰りにまあ帰りでいいんでねこの塩なんて売り切れないんで帰りに塩販売によって塩を買って帰ると。 そういう感じですね。そのルートがね、一番いいんじゃないかなと思います。うん。このね、牛は本当にね、いいんで、ぜひね、買って買いましょう。あとはね、あとはこれですね。あとは、えっと、買ったね、金額によって、スクラッチカードっていうのがね、もらえるんですよ。お買い物1000円ごとっていうのがね。で、あのー、スクラッチカードが、 もらえるっていうことなのでスクラッチカードを、ね、やるとそうするとねこういうような感じであのー、なんていうのてう景品がもらえる、まあ、特賞だとたち、まあ、牛の1万円分とかねあと栄賞は、まあ、これも結構いいですよねコーナ口のお食事券8000円分とかね結構いいですよね。シーズンテラス商品券とか ッチー,ー,ード2000円とかね僕がね、一番今までで良かったのがね、コシヒカリだったんで、毎年結構買ってんだけど、うん、それなのにね、コシヒカリとかしか買えてないですけど、<laughs> もらえてないですけど、そういうのがね、やってるので、あと祭り賞とかね、ほとんどこの祭り賞です。粒、コーンスープとかね、もうここら辺でね、コーンスープとかポタージュスープとかも、 もらっうこれをね毎年キャンプとかに持って行ってるんですけど <laughs> そんな感じでねあのあの買い物したらねこういうスクラッチカードもらうことができるんでまあそれもね楽しみにして買えば行くのがいいんじゃないかなと思いますで僕はねいつもあれですねこのセンタービールの方で小シズここですね小シズさんっていうところがまあね今ねコシズカさんって 品川のエキュートにもね、出店してるんで、まあ、ここで買わなくても別にいいんですけど、ここのね、コンビーフ、コシズカのコンビーフっていうのはめちゃくちゃ美味しいので、ぜひね、ここ、コシズカ行って、あの、コンビーフ、1本で2000円ぐらいするんですよ。あの、コンビーフ、普通の野崎のコンビーフとかって考えると、 まあ野崎のコンビーフって300円とか400円ぐらいでこんなもんじゃないですけどでねこんくらいのねまあそこそこはでかいんでで要量量,量,量,量とかねそういうのを考えると別にそこまで高くはないんですけどあのもう半端じゃない美味しさのあの、背徳の味がす <laughs> るコンビーフがねここで「腰塚」っていうところでこの13番。 この13番ですね、ここで売ってるので是非ねここ立ち寄ってコンビーフねあの食べたことない人はコンビーフを買ってみてください本当に美味しいんで,であとはねどこだろうなあとはねこの臓器協会とかこれもつとかそういうのがねあと牛タンとかね僕はここでね牛タン買おうと思ってるんですけど今年は。 牛牛タンとか、ね、モツとかかねの,の臓器とか臓器系のが好きな人はここに行くとねこ10番ですね10番ここですねこっちが入ってすぐぐらいのところの端っこに毎年出てるんですけどここにね行くとだいぶね幸せになれるんじゃないかなと思います。で予算的なものなんですけどさっきちょらっちょらっと言いましたけどまあ大体ねまあ 安いんですよ。安いっていうか、まあ高い、もうベラボロに高い肉が、まあ、買える値段みたいな感じになってる感じなんで、もちろんね、その、英語肉とかを買おうとすると、結構な値段になるんですね。なんで、まあそれなりに予算はね、持ってった方がいいかなと思います。まあすごい高い肉を、あのー、リーズナブルな値段で買おうみたいな感じでね、行くっていうのが、ちょっと奮発してね、 買おうかな、みたいな感じで行くのがいいと思うんで、まあ2万円から3万円ぐらい予算として持っていくのが、あの、いいんじゃないかなと思いますね。うん。そのくらいね、ちょっと奮発した方が、まあもちろんね、あの1万円以内とかそのくらいでも、あの、全然楽しめるとは思うんですけど、ある程度ね、あの、なんていうの、実弾を持ってった方が、 あの、楽しめるイベントなので、ぜひね、あのー、まあ、多めにおろしてね、うん。まあ、無理して買う必要はないんで、どうしても気に入らなかったら別に買う必要はないんで、あのー、まあ、雰囲気でもね、味わうような感じで、ある程度お金持っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい。多分ね、あのー、多分というか、その、電子マネーとか、カ,カードとかもね、使えないので、うん。 あの現金だけしか使えないと思うのであのそこら辺はねちょっと気をつけて、まあ、僕もねちょっとお金下ろさなきゃなと今思ってて <laughs> いっつもね、まあ、最近電子マネーしか使ってないんでうん電子マネーとあとクレジットカードしか使って持ち歩いてないからあの現金がねいつもね財布の中に入ってないんですよなんでこういう時にね一番困るんでちょっと忘れずに。 今日中にに、ね、ろして明日に備えたいいななと思いますす、はい、そんな感じですかね、はい、皆さんもねちょっと本当にねおすすめの祭りなんで僕はね僕というか僕の仲間内ではこの品川のねあの食肉市場祭りは、まあ、日本のね三大祭りのうちの一つっていうふうに言われてるぐらいあのみんなね楽しみにしてるやつで本当に3年ぶりでね 開催してくれてよかったなっていうそういう感じで町の望んでたね祭りなので是非ね皆さんもそれを共有していきしたいなという感じでちょっと動画を作らせてもらいましたあとはねなんか注意点あったっけかなああれだあのまあフードシーラーとか、まあ、持ってる人少ないと思うんだけどねこの祭り行くとね絶対フードシーラー欲しくなると思うんでフードシーラーってあの真空パックのやつね 家庭用の真空パック機ってね、めちゃくちゃね、こういうところで、なんか肉とかを大量に買った場合はね、あの便利なんで、もしね、今回、初めて参戦しましたっていうので、来年ね、来年、もし参加する人は、フードシーラー来年までにね、ぜひ買ってもらって、あの、最大限で祭りを楽しむようにしていきましょう。はい もしね、行った人いたら、行った人いたらね、行って、すごい肉、大量に買いましたって言ったらね、言う人がいましたら、あの、コメント欄にね、あの、書いてもらえると、すごい嬉しいんで、はい、っていう感じで、よろしくお願いします。うん、楽しま祭るね、一緒に楽しんでいきましょう、っていう感じで、バイ。